らお前と見上げたかった。ご視聴ありがとうございます。なんちゃってギター大工マンです。今回は風来坊の弾き方を解説します。左手で押さえるコードや右手の動きがよくわからない方は基本動画をご用意しておりますので、そちらも合わせてご覧ください。講座では歌いやすいキー、押さえやすいコードを最優先。そこで今回はカポタストを使わない、いわゆる開放弦、E マイナーコードを軸に進めてまいります。これはオリジナルと同じ高さですから、弾き慣れてくればアーティストの音源に合わせてコラボ演奏を楽しむことができます。ではいつものようにコードチェックから。使うコードは全部で5種類、アルファベット順に見ていきましょう。A マイナーコードは5弦がベース音、和音の要となる低音です。5弦から響かせましょう。C コードも同じく5弦から。D コードは4弦がベース音です。4弦から。E マイナーコードは6弦がベース音、6弦から。最後、G コードも6弦から。コードチェックが済んだら次は右手の動き。今回はアルペジオです。図をご覧ください。左から右に時間が流れていきます。一番上が一番細い1弦、一番下が一番太い6弦です。スタートのアルファベットは押さえるコードによって弾く弦が異なることを表しています。例えば E 系や G 系コードですと親指は6弦スタートで、最初親指6弦と薬指1弦を同時に上下へ弾きます。次に人差し指3弦、2弦中指を順に引き上げ、ここまでが前半。もう一度、6、1、3、2、3、通過となります。後半はまた親指からスタートしますが、今度は6弦の下の5弦を弾くと音色に深みが出て効果的です。同じ6弦でも構いませんが、講座では6弦と5弦を弾き分けて演奏します。5弦親指、1弦薬指を弾き上げて、最後は3弦を親指または人差し指、どちらでも弾きやすい方で結構です。親指なら弾き下ろし、人差し指なら引き上げ。講座では人差し指引き上げを用います。後半、最後が親指派なら、5、1、3。最後が人差し指派なら、5、1、3。つかたんとなります。ここまでを通しで弾いてみると、6、1、3、2、5、1、3。たん、つか、つか、たん。では左手でネックを押さえて音を消して、この一連の動きを練習しましょう。6弦スタートのたん、つか、つか、たん。ワンセットを超ゆっくりスピードでご一緒します。ではまず6弦、1弦を同時に弾いて、たん。3弦人差し指、2弦中指、次は6弦または1つ下の5弦を親指で、1弦薬指、最後は親指または人差し指で3弦。ではこの1セットを2回繰り返してみましょう。まず、6、1、3、2、6または5。1、3。たん、つか、つか、たん。なんちゃって講師は最後の3弦を人差し指で弾き上げています。本来このアルペジオは3フィンガーといって、親指、人差し指、中指の3本で奏でます。しかし実際に弾いてみると、中指、親指の縦移動が案外大きく、距離感を覚えるまでが大変です。そこで3本指に薬指を加えて、3弦、2弦、1弦の上空に人差し指、中指、薬指を待機させておくと、常に3弦は人差し指、
2弦は中指、1弦は薬指と決まった弦だけ弾けばいいので、指の移動がなく動きが安定します。純粋に3フィンガーでとおっしゃる皆さんには、本来の弾き方で、新たに覚えようという皆さんには、4本指でのアルペジオをお勧めします。今回、親指6弦スタートのコードは Em と G。例えば Em コードですと、6-1-3-2-5-1-3。G コードですと、同じく6-1-3-2-5-1-3。次に、親指5弦スタートのコード。今回は Am と C です。こちらも2度目の親指は5弦から1つ下の4弦を弾いてやると効果的です。例えば Am コードですと、5-1-3-2、次は4弦、1-3。同じく C コードの場合でも、5-1-3-2-4-1-3。D コードでは親指4弦スタートですが、この時1つ下の3弦は人差し指の領域で混み合いますので、2度目の親指は4弦の1つ上、5弦を弾いてやると効果的です。4-1-3-2-5-1-3。では左手で Em コードを押さえて、親指6弦スタートで、このタン、ツカ、ツカ、タン、ワンセットを2回ゆっくりご一緒しましょう。フォーカウントで入ります。ワン、ツー、スリー、フォー。6、1、3、2、5、1、3。もう一度。タン、ツカ、ツカ、今度は左手の押さえを C コードに変えて、親指5弦スタートで同じくワンセット2回ご一緒に、フォーカウントで入ります。ワン、ツー、スリー、フォー、五、一、三、二、四、一、三。もう一度。ターン、ツー、カー、では今度は左手を D コードに変えて、親指4弦スタートで4弦から5弦に引き分けながら同じく1セット2回ご一緒しましょう。4カウントで入ります。1-2-3-4-1-3-2-5-1-3。もう一度。タン、ツカ、ツカ、タン。ここから先、習熟スピードには個人差があります。画面左上、緑色のマークが出ているシーンはゆっくり演奏している部分です。動画を繰り返し再生され、一緒に弾いて練習を重ねてください。では、メロディーラインへ入っていきましょう。1行目、前半分のゆっくりお手本を先に聞いてください。この空どこまで高いのか、では少し難しいかもしれませんが、この部分超ゆっくりスピードでご一緒しましょう。4カウントで入ります。1-2-3-4。 この空どこまで高いのか。
が標準スピードに達すると、この空がどこまで高いのかとなります。続いて後半のゆっくりお手本です。青い空、この部分ご一緒しましょう。今度は2カウントで入ります。ワン、ツー、青い空、お前と見上げたかった。この部分が標準スピードに達すると、青い空、お前と見上げたかったとなります。続いて2行目、この部分は先ほどの1行目とコード進行が同じです。まず前半分のゆっくりお手本です。前半分ゆっくりご一緒しましょう。4カウントで入ります。半分が標準スピードに達すると、飛行機雲のかかる空となります。続いて後ろ半分のゆっくりお手本です。フライボさよならがよく似合う。ではこの部分ゆっくりご一緒に2カウントで入ります。ワン、ツー、フライボさよならがよく似合う。後ろ半分が標準スピードに達すると、フライボさよならがよく似合うとなります。次の2行、1行目は前半分と後ろ半分のコード進行が同じです。まず前半分のゆっくりお手本を聞いてください。ではこの部分をゆっくりご一緒しましょう。4カウントで入ります。1、2、3、4、歩き疲れて立ち止まり。この部分が標準スピードに達すると、歩き疲れて立ち止まりとなります。後ろ半分のゆっくりお手本です。ではゆっくりご一緒しましょう。4カウントで入ります。1、2、3、4、振り
が標準スピードに達すると振り向き振り向き来たけれどとなります。最終行2行目、前半分のゆっくりお手本を先に聞いてください。雲が今この部分ゆっくりご一緒しましょう。2カウントで入ります。1、2、雲が散りれ消えるだけ。この部分が標準スピードに達すると雲がちぎれ消えるだけとなります。続いて後ろ半分のゆっくりお手本です。空は ゆっくりご一緒しましょう。2カウントで入ります。1、2、空は高く高く。この部分が標準スピードに達すると空は高く高くとなります。今回の課題曲はつま弾きの音色がよどみなく粒揃いで出せるよう練習を積み上げていきましょう。最初はゆっくりでいいですから、音が潰れないよう焦らずゆっくり、だんだんスピードを上げていきます。オリジナルの速さはメトロノームテンポ100程度、その速さで弾けるようになればゴールです。ご検討をお祈りします。全体の弾き方解説は以上です。この後動画下概要欄よりリンク先へ進まれ、別冊付録、風来坊、なんちゃってお手本演奏をぜひご視聴ください。そして弾き慣れてくればコラボ演奏にも挑戦なさってください。ということで本編のご案内はここまで。お疲れ様でした。